キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、こちらの教材エンジン組み立てキットの、比較を、行いたいと思います。よろしくお願いいたします。左側から、富士重工業の、ロビンエンジン、こちらが川崎のエンジン、そしてこちらが三菱の、メッキエンジンです。真上から見ますと、このようになっております。全体の姿ですが、このようになっております。この3種類のうち、ロビンエンジンと、三菱のメッキエンジンは起動動画がありますので、説明欄に URL を貼っておきますので、またご参考に、どうぞ。以上です。 Thank you.